私オリティーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模した視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークコンサートデモ集のフォックスミュージック。パーソナリティは私、やっぱりインコは可愛いな、モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第148回目となりました。今更ながら時期がですね、うちのラジオ的に2023年最初の放送なので1月末なんですけど、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。帰省はつい最近、してきまして、で去年の10月29日に11年生きた、ご長寿のインコのコウちゃん、我が家では歴代コウちゃんと名付けて育てる癖が癖というか、あれがあるんですけど、で、2ヶ月ほど、鳥がいない生活というのを、実家のお母さんは一人で体験しまして、もうやっぱ耐えられなくなってくるんですよね。ということで、で私がこう帰省したタイミングでちょうど母の誕生日でもあったので、新しい、新入りこうちゃんをちょっとお迎えに行こうってことでお迎えに行きましたら、やっぱりね可愛いんですよね。最初の頃ってインコ特有のシムラ食いって私は名付けてるんですけど、餌を食べながらこうピー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 言いながらガツ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 食べる感じとかね、こう我が家の長生きするんで、だいたいインコちゃんで十数年ぶりに見る光景をまた眺めて、素敵な大阪時間をちょっと過ごさせていただきました。ということで、昨年末の前回放送でももう軽く予告はしてたんですけど、無事年内に昨年末、ビデオインスタレーションという名のアクティングリール英語バージョンもアップして、見てくれましたでしょうか。冒頭から口ずさんでる、スティング先輩のイングリッシュマンイン・ニューヨーク、これを今回新年一発目、ピックアップさせていただきます。もし的エピソードトークも踏まえてお送りしますので、どうぞよろしくお願いします。それではこの放送はプレゼンテッドバイモッシュの提供でお送りいたします。はい、ということで今月のフォックスミュージックは Englishman in New York、 スティングの1988年の楽曲でお送りしたいと思います。もともとポリスというUK 出身の3ピースバンド、旬4ピースにもなったんですけども、はい、そのイギリス出身のバンドで、1976年から1984年までポリスは活動と、それで、ポリス時代は Every Breath You Take、 これ83年、あとロクサーヌとか有名な楽曲を発表しておりました。ちなみに浅香唯衣さんも、スケバンデカのロケの時にもう過酷でしょうがなくって、もう疲れて疲れてヘトヘトに帰ってきて、もうこの Every Breath You Take の曲を聴いて、明日も頑張ろうってなってたらしいです。ちょっと余談なんですけどはい、ポリス時代の楽曲ではそういうのもあるということですね。で、このポリスの頃が76年から84年までなんですけど、ちなみに映画さらば青春の光、これは1979年にスティング先輩エース役として出てたんですけども、これに関してはね、私うちのボリューム7キンクスの回で、なんで私がスティング先輩つってんのかその辺の経緯とかも話してるんで、映画の話の流れとかも含めて、熱く語ってる。それはね、アーカイブでアップしてるんで、ちょっとそちらの方もリンクで貼っておきますね。合わせて、見ていただければ、聞いていただければと思うんですけども、そういう、映画出演したりとかもして、音楽活動もして、で、そっから85年にソロ活動が始まるということで、後に、ニューヨーク級って言っちゃったけど、ニューヨークに拠点を移して、でそこからこの88年、イングリッシュマン・イン・ニューヨークという曲が出来上がるんですけども、これ私最初その曲できたきっかけ知らなかった頃は、スティング先輩がニューヨークに行って、イギリス人、同じ英語を喋る人間だけども、なんかイギリス
のこう文化を忘れたくないとか、どうしても出ちゃうとか、そういうことを歌ってる歌だったのかなとかって最初の頃、知らない頃思ってたんですけど、よくよく調べるとですね、これあのゲイカルチャーの先駆者とも言われるイギリス人作家のクエンティン・クリスプさん、この方をモデルにした曲であったというのが後に判明して、その後に判明したのは私だけが知ったって感じなんですけど、この方ね、70過ぎてからもう81年にニューヨークに移住されて、でイギリスではなんかね、67年まで同性愛者同士での性的な行為がもう犯罪だったんですって。もう警察捕まるとか、もうそんなのあるとやっぱり生きづらいじゃないですか。でそれでクエンティンさんはニューヨークにも移住して、もう帰化したいと、それでずっと、時につつましやかに、まあ、なるべくね帰化して、受験取得できたらいいじゃないですか、うん、なんかそういうのもあったみたいで、間違ってたらごめんなさいなんですけど、なんかそれでね、まあ、先に、スティング先輩よりももうニューヨークに暮らしてたと。でそこで、このクエンティン・クリスプのことをモデルに、歌詞を書いたということなんですけども、この歌詞もな、またなんかもう音自体がもうおしゃれな感じ、アーバンな感じで、こう紅茶がいいとかトーストは片面焼く主義なんだみたいな、そういうね歌詞なんかも冒頭に入ってきて、でまあ私がこう自分がビデオインスタレーションを作るときに、まあ冒頭から最初に歌ったところが、これもOh, I'm alien, I'm legal alien. これは和訳すると私はエイリアンと、まあ、合法なエイリアンって歌詞があるんですけど、私がビデオインスタレーションで作るモチーフにしてたのは福田和子のことで、まあ、福田和子に関してはもう過去作品でもう何年も前からちょこちょこ題材としてモチーフとして、作品作ってきてたんで、でまあビデオ改めて、アクティングリール撮るときに、福田和子の作品をベースにやっていこうと、まあ過去のね寄せ集めではあるんですけども、私的には、まあ、見たことない方いっぱいいると思うんで、うん、でそこでその福田和子っていろいろ嘘をつきながら逃げ回ってたじゃないですか。もうかなり時効直前に捕まってるぐらいなんで、うん、そういう経緯があったんですけれども、福田和子の場合は、まあ、いろんな土地に行って素性を隠して、まあ、エイリアンみたいなエイリアンみたいなっていうかそれも私の頭の中でこうリンクしてるだけではあるんですけども、それでまあ歌詞の中では合法で、移住してきてるエイリアンですって言ってるけど、まあ福田和子の場合は合法じゃないじゃないですか絶対犯罪を犯して、嘘つきまくってで、まあ、悲しい経緯を背負いながら生きてきた人だったんで、そこで、まあ、私の作品の中では私はそんな合法じゃないんだけどねっていうことを I'm not so regular つってこうブラブラって話した感じなんですけど、なんかそう、なんでこの曲使おうと思ったのか、本当にふっと思いついたんですよね。ああ、そろそろアクティングリール作んないといけないなな時にこの曲がふーっと浮かんで、あ、使えるこれが私の中での勝手なリンクなんですけど、アーティストってでもそういうところあると思うんですよね。うん。でもそこがアーティスト、まあクリエイターとか作品作る人にとっては、私にはこう見えたからとか、そういうところってすごい
大事にしたいなって思うところではあるので、取り入れさせていただいたんですけども、でね、まだ英語版の時はちょっと時間間に合わなくて入れてないんですけど、この後ドイツ語バージョンをナレーションの部分だけちょっと変えて作るバージョンを後にアップするんですが、まだ作業これからなんですけど、もう先にネタ明かししちゃうと、イングリッシュマインニューヨークの歌詞のところでもうやっぱ特に響くのが Be yourself no matter what, what they say か。Be yourself no matter what they say、これが日本語で言うところの周りが何と言おうと自分らしくあれという、信念を貫く、まあね、クエンティン・クリスプさんのニューヨークでの生活を元にした歌詞でもあるから、まあ、きっとクエンティンさんもこういう思いを持ってニューヨークで戦ってきてたのかななんて思っちゃったりとかで、それを見た友人であるスティング先輩もこの言葉をクエンティンを見てこう感じたのかもしれないしなとか、まあ、いろんなことをこう私の中でも考えて、しまうし、とってもやっぱり刺さる言葉だなと思って、でこの歌詞自体は作品の中には入れないんですけど、ちょっとねサブリミナル効果的に音を散りばめようかなと思ってます。うまくいけば何倍速かして聞くとこのフレーズの音だけちょっと聞こえてくるように作る思惑ですこれまだねやってないんですけど、まだ、まあ、まだやってないですか、作業してないんですけど、うまくいくんじゃないかなと私の頭の中ではもう去年からはい賞賛っつったらちょっと偉そうかもしれないですけど、そういうのがあるのでもう入れてみたいなと思っておりますもう本当に早ければ1月中、まあ、遅かったとしても節分の頃ぐらいとかには絶対アップしたいんで、もう素材は追加の分とか集めて用意してるんで、あとはもう私の編集次第、なんでちょっと交互期待というところなんですけども、そんなねスティング先輩、今年3月の8日から広島を皮切りにツアーがあるみたいで、日本の私また引き寄せますよね、結構ね、私がこうふっとピックアップこれやろうかなと思うやつに限って2ヶ月後に、来日するとか、今年アルバムリリースしたとか再結成したとか結構そういうのあるので、また今回もちょっと引き寄せる形になったんですけども、なんかそういうのもいいなって思います。まあ、そんなこんなで、佐賀で撮影してきたんですけども、主に佐賀と秩父のシーンもありますけど、やっぱり撮影しやすいですね、特に佐賀人がいないので、映画撮る人たちがやっぱり地方に行くのがよくわかります。ということでスティング先輩を絡めた私のアクティングリール、作成秘話まあ秘話ってほどでもないんですけども、本当に秘話で言うと、カラオケ、でお前が欲しい南吉高さんの曲を熱唱してるシーンって、あれは撮影佐賀だったんですけど、帰り福岡から空港で帰る予定が飛行機に乗り遅れて福岡で一泊しないといけなくなって、急遽博多の駅前のカラオケボックスに一泊するっていう事態が起きて、で、まあ、その時にもうせっかくだからカラオケシーン撮っちゃおうと思って撮ったのがあれですこれが本当の秘話ですよねはい、ということでエンディングなので告知いきましょうか。その
秘話となってるカラオケルームのシーンもあります。アクティングリール、これはもうアップしております。イングリッシュバージョンはもうアップしてるので、そちらご覧いただければと思います。それと、ボリューム7で、あの番組トーク内でも言いましたけども、キンクスの回、これはもうあのアーカイブ出てるので、こちらもちょっと合わせてご覧いただければいいなと思います。それではウォッシュのフォックスミュージック、今月はこの辺で、また来月お会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンテッドバイウォッシュの提供でお送りいたしました。